第9代ハミルトン公爵の肖像が、1804年、ジェームズ・ロンズデールの作品に基づくメゾチンと、第9代ハミルトン公爵及び第6代ブランドン公爵アーチボルド・ハミルトンは、スコットランド出身の貴族、政治家。1768年から1772年1月まで、庶民院議員を、 1799年から1802年までラナークシャー党官を務めたフランシス・コーツによる肖像が1765年頃第5代ハミルトン公爵及び第2代ブランドン公爵ジェームズ・ハミルトンと3人目の妻アン・エドワード・スペンサーの娘の息子として1740年7月15日に生まれた1744年2月13日に 父方の祖母エリザベスが死去すると、5代、ジェラード男爵とその親族にあたる、第2代マクルズフィールド伯爵チャールズ・ジェラードの遺産を継承した。1753年より、イートン・カレッジで教育を受けた後、グランドツアーに出た。1768年イギリス総選挙で、ランカシャー選挙区から出馬して、無投票で当選した。議会では1769年2月に、 ジョン・ウィルクスの議会追放に賛成票を投じたが、ウィルクスの追放により行われた補欠選挙の結果をめぐり、ウィルクスの対立候補ヘンリー・ローズ・ラットレルの当選宣告について、同年4月に採決が行われると反対票を投じた。議会では演説の記録がなく、1772年1月に議会を離れたが、その理由は知られていない。また、 1771年に母が死去すると母方の祖父エドワード・スペンサーの遺産を継承した。1799年8月2日にイボアにジェームズの息子ダグラスが死去するとハミルトン公爵位とブランドン公爵位を継承した。同年11月30日にラナークシャー当官に任命されたが、1802年11月1日までに辞任して、 息子アレグサンダーに譲った。さらに1806年11月には、繰上げ直所により、ダットン男爵社を息子アレクサンダーに譲った。1819年2月16日に、ランカシャーのアシュトンホールで死去、アレクサンダーが爵位を継承した。1765年5月25日、ハリエット・スチュアートと結婚2男3女を設けた。第9代ハミルトン公爵は、 下記の優勝馬を所有した。ありがとうございます。